はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の部分積分丸2ですね、前回の続きやっていきましょう。で、引き続き今回も3問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、たまたまこの動画をね、見つけた方とかで、部分積分ってなんだって思う方は、ぜひ1個前の動画、部分積分丸1でね、そこで詳しく説明しているので、見てみてください。で、前回説明したように、部分積分は関数が2個あるわけよ。今回だったら、x という関数と log x っていう関数があって、前回は三角関数だったからさ、xsinx みたいになってましたけど、その時、後々 x を微分できると楽なんで、x は残しましょうっていう。で、こっちにいた sinx を微分したもの、形と見てやっていこうぜって話をしたんですよ。それに乗っ取ってやっていくと、じゃあ OKOK。今回も x を残そうと。x いるからね。で、logx を微分した形に持っていくみたいな風になってほしいの、ここでは。だから、ログが入ってきた時は基本的に部分積分を使っていくんですけど、もうログと言ったら部分積分みたいな感じでね。なんだけど、前回と違くて、x は残さないんです。x の方を2分の 1x2 乗を微分したものと見て、logx をそのまま残します。これ覚えておいてください。ログの時はこうやります。ログは残すんです。そうすると何がいいかっていうと、いきますね。まず、これ、このまんま出してくるので、2分の 1x2 乗をログ x が出てくる。で、引くことのインテグラル、こいつこのまんまでログ x 微分しますよね。で、ログ x を微分すると x 分の1です。いいね、x 分の1。つまり、x 2乗と x が約分されるので、2分の 1x だけ残るんです。簡単になるでしょ？ログ x って微分するとログじゃなくなるからさ、ただの分数になるから。だから、こっちを後々やった方が、logx を微分したものって置くのが難しいっていうのもあるんだけど、ログは残した方が後で楽になります。だからこうやる。で、そうするとね、2分の 1x2 乗、logx。で、x を、積分すると、2分の1、2分の 1x2 乗か。なので、もともとあった2分の1とくっつけて、4分の 1x2 乗で積分定数つけて、これで終了となります。こんな感じでやっていきましょう。で、次ですね。ただの、ただのログ x じゃないけど、ログカッコ x プラス2。あれと、ないぞ、前が。みたいな。これなった時も、ログがいるので、親、部分積分かと思ってください。これすごく大事です。で、どう見るかっていうと、結局さっきと同じなんです。ここに、1があると思ってください。つまり、1っていう関数と、ログ x プラス2っていう関数って考えるの。で、ログは残すでしょ。ってことは、1を何かの積分したものじゃない。ごめん。微分したものって考えるので、1って何微分したものかって、x だよね。x 微分したら1じゃないですか。で、ログ、カッコ x プラス2って、やっていくんです。こんな感じでやっていくんですけど、このまんまやってしまうとですね、ちょっと、うんってなるんですよ。何がうんってなるかっていうと、まず、この後、こいつら落としてきますよね。x、ログ x プラス2って、後ろです。後ろが、マイナスのインテグラル、ログ x プラス2って、微分すると、x プラス2分の1です。で、1でしょ。で、もともと x がいるから、こうなるんですよね。できないことはないんだけどさ、めんどくさいんだよ。めんどくさいからどうするかっていうと、ここを、x って置くんではなくって、x プラス2を積分、微分したものと置いてしまうんです。合わせていくの。ログの中身と。合わせていく。で、なんでこれをするといいかっていうと、まず、これ、これ落としてくるけどさ、インテグラルの中身が、ログ x プラス2を、微分して x プラス2分の1、上も、こうなるから、シャッシャってなって、中身1になるんだよね。絶対楽じゃん、その方が。絶対楽。だから先読みするの。だって、x プラス2って、これ微分しても1になるでしょ。微分して1になるんだったら別に構わないんだよ。
っておこうが、X プラス2っておこうが、X マイナス5っておこうが、構わない。合わせに行く。楽するためにね。だから、こういう風に考えて、まず、下に出してきます。X プラス2、ログ、X プラス2と、こう。で、引くことのインテグラル。さっきやったように中身が1になります。だから、インテグラル DX ね。こうなると。で、X プラス2、ログ、X プラス2。で、1を積分したら X です。だから、マイナス X で、プラス C。とつけて、これで終了となります。いいかな？で、ラストですね。ラスト。まあ、これも、まあ、括弧ログ X の2乗です。で、ログが来てるので、部分積分だな、というふうに、考えてください。ちょっとめんどくさい問題にはなるんですが。で、これもどう考えるかっていうと、さっきと同じです。これと同じように考える。で、ちょっと番所長くなりますけど、インテグラル、まず、1が、ここにね、1が隠れてると思って、X を微分したもの。と、括弧、ログ X の2乗。で、dx と。こう考えていきます。こうやってね。で、今回は進数、ログの中が x になってるので、ここも x で合わせます。合わせていくと。で、やっていきましょう。で、まず、出します。x、括弧、ログ x の2乗。引くことの、で、これは x はそのまんまなんですが、こいつを微分します。で、こいつを微分すると、まず、2、ログ x になりますよね。2、ログ x。2ログ x なんだけど、置き換えてるので、ログ x を微分した x プラス1、x 分の1を余計にかけます。こうやってね。でも元々 x がいたので、こいつら消えるんだよね。約分されるから。ログ x がの x へと微分して、x 分の1が出てきたものと、元々いた x をかけて消えると。だから、インテグラルの中身が、こうなるんです。こうなる。で、ちょっと分かりやすいように書き直しましょう。2を前に出します。2、インテグラルログ x と。で、まだね、残っちゃってるんだけど、何やるかって、もう一回やるんです。もう一回部分積分やる。インテグラルの中にログがあるから部分積分だろう。ということで、この部分を、ちょっとね、消したりで申し訳ないんですが、同じです。さっきと同様に、1が隠れてるっていう風にして、x の、プライムと、ログ x dx。こうやって考える。で、もう一回やりましょう。で、これちょっとね、こっちに書きな、空いてるもんね。じゃちょっとこっちに書きます。インテグラル、x プライムログ x dx ね。で、これは、そのまま出します。x ログ x。まずそのまま出して、引くことのインテグラル、ログ x を微分すると x 分の1、元々の x とかけて1になっちゃうから dx。つまり、x、ログ x、マイナス x プラス c と。こうなります。で、まあ、それはちょっとそこに当てはめていくと、x、括弧、ログ x の2乗で、待って、右入った、入ったね。で、マイナス2で、ここ、置き換えるから、で、x、ログ、x 長いんでね、マイナス、x、プラス c。で、まぁ、あ、一応 c1 にしとこっか。あとでまたね、まとめちゃうからね。c1 にして、で、x、括弧、ログ x の2乗、マイナス、2x、ログ x、プラス 2x マイナス 2c1 と。で、また 2c1 置き換えましょうか。で、あとこれまとめなくても一挙ね、ここまでいこうか。じゃあ、ちょっとカッコにしようか。一応ね、マイナス 2c1 を c と置いてね、置いてまとめると、x カッコログ x の2乗っていうか下入ってる？わーギリギリ。マイナス 2x ログ x プラス 2x プラス c となって、これで終了となります。ちょっと線が見えないんで少し下げますね。申し訳ない。こんな感じです。非常に有名ですね。この3番とかもね。
ただまあ今回お伝えしたかったのは、まあログが入ってる時っていうのがで部分積分使うっていくと、使っていくとすんなり解けます。で、中のこの進数とかがね、こうやっていじられることもよくあるので、それは合わせる。合わせてね。あれ、これ、ない時は X の微分したものって置くんだよねってやっちゃうと、ここの中身が非常に面倒くさくなってしまうので、合わせて楽をしてこうやって解いていくようにやってみてください。では、今回は部分積分丸2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。